建築では、地上6階建て以上では、骨鉄筋コンクリート構造が採用されることが常識となっているが、土木の分野では、SRC 構造による設計施行例はわずかで、高速道路橋脚も多くは RC 構造である。鉄筋コンクリート構造とは、鉄筋コンクリートを用いた建築の構造もしくは工法。英語のリーニャホストコンクリートの頭文字から、 RC 構造、または RC 作りと略される。ジョゼフ・モニエが発明し、パリの再開発に貢献した。20世紀に世界で実用化された。日本では関東大震災の経験から広く使用されるようになった。大別して柱と梁で構成するラーメン構造と壁面と障板など平面的な構造材で構成する壁式構造の二つがある。 実務上は、低層建物の場合、これらを組み合わせた壁式ラーメン構造であることも多い。以前は、高層ビルといえば、鉄骨鉄筋コンクリート作りであったが、技術の進化により、高強度コンクリートを使用した純粋な鉄筋コンクリート構造での高層ビルも多い。一般的なマンションの住戸内の間取りは、最高、換気等の法令上の条件によりベランダや、 バルコニー側に個室やリビングルーム等の居室が2から3室で、共用廊下側は玄関、個室、浴室や便所等のユーティリティが配置されることが多く、鉄筋コンクリート構造の柱同士の間隔は一定の範囲内に収まる傾向がある。マンションの最下階に駐車場や店舗を持つ、いわゆる下駄履きマンションでない限り、経済スパンと呼ぶ5から7メートル内以外の範囲内に、 柱の配置計画を行うことから建物用途としてマンションで多く採用される傾向が高くなる。鉄筋コンクリート構造は自長が重く、ある一定限度以上の回数や体育館や展示場のように柱の内大空間を要する建築物では構造計算上は成立しても鉄骨構造や鉄骨鉄筋コンクリート構造に比較して 経済効率が悪くなるため経済性を重視する際には他の構造を採用することが多い。鉄筋コンクリート構造を採用する是非は一般的には建設材料を運搬する車両の道路条件や立地条件により決定され他の構造が採用できずに鉄筋コンクリート構造を用いる際にはあらかじめ鋼材に引っ張り力を持たせるプレストレスト導入などの手段を 用いなければならないことから建設工事費は通常の鉄筋コンクリート構造よりも割高になる。鉄筋コンクリート構造を構成する材料は鉄筋およびセメントと骨材と水であり生コンプラントから発送されるミキサー車が敷地にアクセスできる立地であれば鉄筋コンクリート構造の建物は建設可能となる。その一方で 道路福院の狭い境外道路の場合は、ミキサー車の積載重量は小さいものとなり、道路福院が広い立地条件の敷地に比べて、多数の往路回数が必要となり、平方メートルあたりの価格は割高になる。上記の条件を勘案した上で、鉄筋コンクリート構造を用いた、高層建築物を建設する際には、他の構造を併用した複合構造によるハイ R c 等を採用する。 ことが多い。建築基準法によると、梁や柱に使用するコンクリートは、日本作業規格に基づき砂利やセメントなどを原料とするよう規定しており、それ以外の原料を柱等の使用構造部に使うと同法違反となる。理由として、溶油スラグを使用すると、コンクリート内部が膨張し、コンクリート表面が2、3ミリメートル剥がれてしまう。 ポップアウト検証が起こるからである。阪神、淡路大震災を経て、使用基準が、性能基準となり、規制が緩和された。ありがとうございます。